回はファミリーマートに行った時にピステとウサギの一番くじがあったのでやってみました。もう一等賞はすでに出てたので、それ以外のもので何が当たるかなと思ってやってみたら、11番のマグネットメッセージボードが当たりました。1番から11番まであるので、これが一番外れなのかな。まあ、自分的にはマグネットメッセージボードを結構使えるので、まあ、当たって嬉しかったです。他にあったのはクリップとかコップとかコースターとかお皿とか、結構なんかいろいろ種類は文房具であったり食器であったりで、パスケースみたいなのがあったりと、いろんなバラエティ豊かな内容の一番くじになっていました。で、ラスト賞は可愛いねイラストのクッションで、もしまた今後見に行った時にもうラスト賞まであと少しみたいな感じだったら買いたいかなと思ってます。今回は1回だけしてきました。お値段は1回600円でした。でね、これねすごい可愛い、下はねただの台紙なんですけど、その台紙もほらウサギとねピスケのイラストが書いてある、すっごい可愛い台紙で捨てるのもったいないですね。こちらがホワイトボード用のペンですね。ピスケとウサギってロゴが入っています。よく見るとピスケの P の丸の部分がピスケで、ウサギの点の部分がウサギです、はい、裏はこのようになってます。はい、注意書きとか書いてますね。袋から出すとこんな感じです。大きさはウサギの耳のところから下までが20センチぐらいで、横幅は19センチぐらい、文字を書けるところが縦が10センチぐらいで横が15センチぐらいになっています。はい、これが今まで使ってたマグネットボード、なんかねすっごい会社のやつみたい、週間予定表みたいな、ね、こんなやつ使ってました。はい、冷蔵庫にくっつけてみました。こんな感じです。すっきりしましたね。はい、これ冷蔵庫です。はい、はい、では今回はピスケとウサギの一番くじ600円のをやってきました。当たったのは一番最後の賞の11番マグネットメッセージボードでした。カナヘイ好きな人ぜひくじやってみてください。本当にねいろんなものがあるから何が出ても嬉しいって感じですね。おすすめです。はい、では今回は以上です。ご視聴ありがとうございました。